どうもお疲れ様ですえ10月の9日から13日までの1週間まあ今年始まって41週ということになりますけどもじゃあこの1週間がどのような動きをしていくのか少ない材料の中から見立てていこうと思いますえちなみに10月9日はアメリカ日本両方の市場が閉まってますのでえ9日はねスポーツの日という祝日でもありますんでえ一緒に休んでいきましょうですので正確にはね10日11日 12日、13日という、この4日間を見ることになります。で、材料の方をご覧いただいた方はもうわかると思いますけれども、12日の深夜っていうのはね、ちょっと大きく相場が動く日になりますから、13日はね、トレードが非常にレベルが高くなりますので、基本的にはお勧めしません。そうなると、月曜日9日、13日金曜日が使えませんので、賞味、火水木、10、11、12の3日間しか勝負する日がないってことになります。 この前提で41週を見ていきましょうそして今ご覧いただいているのが月足なんですけども本来月足ってね月の代わり目だけに見ればいいんですけども今回は2週目もご覧いただきたいと思いますというのが前回こちらの方で介入が入ってここまで大きくね値段を下げたわけなんですよそこからじわじわと回復というかね円安の方に進んできてまた同じ水準に来た時に40週の 火曜日の深夜ですけども介入が起きてそしてそれが影響して今これねあの陰性になってるわけでしょ、うん、でそれを捉えていただきたいというところでこれを持ってきましたで次の軸これが週足になりますのでここから通常は考えていっていただきたいんですけども、えー、問題はですねここヒゲ先からこういう風にもう 介入入がいいいつ入ってもおかししくななエリアととうことになりますし実際に40週の火曜日の深夜は入りましたよねってことですただしトレンドは変わっておりません後ほどお話しますけどもアメリカの方も景気そして雇用とも順調になってきましてどん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 金利が上がっていくようになりますそれに対して日本っていうのはどん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 増税とかねその他の要因で国民は貧しくなっていって海外と資本提携しているような輸出企業は儲かるようになりますつまりは うん、円安が進むってことなんですよね。円安がバリバリ進みますよ、まだまだ。もう怖いですね。あと、円とドルの総量から計算すると、160円までは進んでいくんですよ。だからといって160円になるとは言いませんけどもね、急激な円安っていうのは、やっぱりどっかで抑制がかかりますから、じわじわとゆっくり上がる分にはいいんですけどもね。そう考えていくと、前回の上昇格っていうのが、例えばここだとしたら、同じような上昇格を取るのに、 このぐらいい時間がかかってるわけですよだたい倍ぐらい時間がかかってますんで今回は介入のペースはそんなに速くないかなっていうふうに見ることができるんですよねえただ私ごときがこのぐらいのことを考えるようですから財務省の方はもっともっとね市場で考えてることを考えたその上で対策を打ってきますんでやっぱ介入がいつ入るのかってことはね分からないってことになります ですのでトリガーを入れといたらどうですかっていうお話をしたんですけどもトリガーのことはあんまり細かく言うとそれに依存しちゃいけないので、えー、ここではねこの辺に押さえさせていただきますさあ円安がどんどん進んでいくところは前提としてあるわけですけどもじゃあ冷やしはどのように見ていけばいいかってことですそうですね40周ってのは一旦ガクンと落ちたところがありました上昇格が一旦ね介入もあってギャラクトレンドに転じたわけですよでも最終的には 結局金曜日は上昇格を目いっぱい持って要線になりましたよねで、しかもかなり強い要線で、えー、相場解説をさせていただいたんですけども、金曜日は3回も利格のチャンスがあったわけですよね。うん、まあ1回でもいいんですけども、小刻みに。 あの木曜日とか水曜日の経緯もあったんで慎重に、えー、利確を小刻みに繰り返して3回も取ることができたってことでね大きな利益を取ることになったわけですけどもじゃあそれに引き続いてこれからもね上昇格を持っていくだろうというのが41周目の見立てでございますですのでここの天井をね超える可能性は大いにありますはい今149円の281で値段止まってますけども41周目は再び150円に達するというふうにここでね 言わせていただきますねであとは4時間とか1時間ってことになりますのでこれは火曜日を見る上で考えていただきたいと思います実際この辺りからは火曜日の午前中に関わることですけども上昇格がグーッとあった上で最後のこの23本っていうのがねあの陰線で終わってるでしょこれはもうこの辺りのポジションでポジション取りをした人が利確をしてる分の,あの,あの下落だと思いますんでね これは儲けた人がいるんだなと思いながらの,あの陽線だと思うあ陰線だと思ってくださいねじゃあこれからどうするってことなんですけども理学が一旦済むと再び上昇の流れを起きますのでそれに乗っていきましょうっていうのが41週目の火曜日こちらのエントリーポイントになりますじゃあ1時間の方見ていきますよ難しいですかこの解説めちゃくちゃ分かりやすいとは思うんですがああ自分にとっては難しいよねっていうふうに感じる方もいると思います当然 fx にかける意識とか時間とかそれから技術のあのあるないっていうのがありますからねで私はこうやって全体対話をしていますけども一人一人もちゃんとお答えする余裕は持ってますので、えー、私の方にご連絡いただければ問題は解決します解決しなければ同じ問題がまた明日も頭を悩まして理覚からあ遠ざけてロスカットにすごくね状況近くしますんでご用心くださいね えっと、この一時話なんですけども、すごく簡単に申し上げて、こういうような形をブレイクしました。で、もう一つ、移動平均線とローソク足の関係をここでお話ししますけども、移動平均線の上に乗ってる時は上昇トレンド、そして介入が入った後ってのは下落トレンドが一時的に起きましたと。その後で、再び金曜日を境にブレイクしたんで上昇トレンドに移りましたよねってことで、今に至るわけですよ。ですんで、今日ね、10月10日で、 この動画を見ていらっしゃる方もいると思いますし、この9日とか8日に見てる方もいると思います。録画今回早かったんでね。ただ、あの、7日に見ようと、8日に見ようと、9日に見ようと、10日に見ようと、同じです。上昇トレンドに乗るつもりで仕掛けていっていただきたいかなと思いますね。えー、今すぐに倍に、えー、倍でポジションを取れとは言いません。もっともっとね、あの、この移動平均線に、ロウソク足が近づくのを、まあ、待ってのエントリーも、 よろしいかと思います。その辺はあ、抱えられるリスクに応じて、もしくは資金量に応じて、目分量をね、皆さん一人一人で立てていくってことになりますけども、私はもうちょっと待ってね、あの少なくとも午後からエントリーポイントを探していくぐらいの形でいいと思います。で、火曜日ってのは本格的に利益を上げることってのは当然あんまり考えられませんので、月曜日みたいなもんですからね、あの、9日が休みだった分。だから、11、12。 えー、水木という風に勝負する日をこの二つにね、傾けていこうと思いますよね。今お話できるのはそのぐらいですか。はい。それでは今週も頑張っていきましょう。それではお疲れ様です。